じゃあ今回で最後の戦いになるかもしれない。このハイラル城での厄災封印戦に臨みましょう。で、メンバーがゼルダとリンクは固定なので、せっかくだからこのハイラル城メンバーで行くのも熱いんじゃねえかなと思って、この4人で戦わせようかなと思ってますね。やっぱり自分の家は自分で取り戻してもらわないと。インパなんて使うのだいぶ久しぶりだけどね。武器はしっかり強くしてあるので活躍してもらえるでしょう。てかこの4人で一番不安なのゼルダだからね。圧倒的に一番使いこなせてないから、覚醒したのに。ちょっと俺には過ぎた力かもしれない。まあ他の3人が強いからなんとかなるでしょう。もう王様がでかいからででかい剣振り回してる方が強いからね。ゼルダが力使うより。で、料理もいつもだったら食わせない豪華なやつ食わせてるので、これでもう出撃しちゃおうかな。もうすげえボコボコにしちゃって拍子抜けするかもしれない、もう。ちゃんとみんな推奨レベルまでは育ててるし。で、城まで来たんだな。ああ、全種族いるね。前回と同じで。ん？あ、ここまで来たか。白塗りボーイ。いまいましいやつらめ。ここで戦うのか。あ、黒いの。その姿。こっちの白いのが未来から来た存在だから、あっちの黒いのはこの時代のあいつってこと。私が貴様らを消す。そんなフォルムチェンジできんの？それが定めだ。あ、いきなり戦う感じこいつと。赤い月で復活した魔物の大軍をも退け、ついにハイラル城への道を切り開いた。なんか赤い月が合成で後から貼り付けたみたいな。彼らの前に最後の試練が立ちはだかる。なんか変な浮き方してんな。え、てか赤い月、あ、そうか、前回と同じ日なんだ。赤い月出てるから日を改めようとかそういう感じにはならんの？赤い月やべえなっつって。未来をかけたリンクたちの戦いはいかなる結末を迎えるのだろうか。もうライブ感でそのまま行っちゃうんだね。赤い月引っ込むの待った方がいいと思うけどな。よし、行こう。これが最後の戦いです。皆の力を結集し厄災ガノンを封印しましょう。あ、みんないるね。王様もゼルダもインパもみんな同じ場所からスタートするんだな。先ほどの者たちは城の奥で待ち構えてるようですね。城の奥引っ込んだのあいつら。あんな忌々しいやつらめっつってたのに何引っ込んでんだよ。2の丸と3の丸のなんて方向に消えましたが、あ、そんなんあったな。まずは彼らを倒さなくては。ブレスオブザワイルドではいろんな侵入の仕方あったけどね。ハイラル城ガーディアンのビームを避けながら壁登ったり、そもそも船着き場から侵入したりとかね。で、もう今回はアストルと憑依ガノンを倒す。あ、こっちは頑固な汚れがこびりついちゃってるので中入るんだな、城の中。よし、行こう。みんな先に行ってくれちゃってんな。え、どうしよっかな。なんかみんな同じ場所スタートだから今回はそんなになんかいろんな場所にね、メンバー分けて分担するみたいな、そこまで必要ないような気もするね。今の目的地がこれ城の上に登ってけばいいのか。上っぽいな。だ、階段とか見つけたら上がってけばいいんでしょ。まあでも雑魚は倒しながら必殺技ゲージをどのキャラでも貯めておくと、強いのと遭遇した時に、あ、罠が。倒して先へ進みましょう。おお、いっぱいいる。3体もいる。スタルヒノックス、スタルモリグリーン。一応技ゲージは溜まってるけど使っちゃおう。囲まれた時はもうさっさと技使っちゃって、ですぐ倒せそうなやつから倒すのが一番だね。よし、モリグリーンやった。あー、でも食事のおかげかな、ゲージの溜まりが確かに早い気がする。よし、
こっちのモリブリンもここで消す。よし、これでそんなに同時に相手にすることなく2人消したら、あとはゆっくりこいつを片付ければいいだけと。倒したで、お、多少はやるようだ。ならばこいつで始末してやろう。あ、なんか送り込んでくる感じ。え、春日野を召喚した。うわ、ダーリー、これはもうマスターソードで弱点ついて倒しちゃうのがいいかな。他のキャラでも技ゲージ貯めておきたいけどね、いざって時のために力を発揮するように。え、ダルケルたちが現れた。うわー、いっぱいいる。ちょっとチェンジ、インパ、インパでも技貯めておいてもらおう。よし、久しぶりだな。はい、分身作って必殺技ゲージが、お、もうあっという間に溜まる。うわ、溜まりすぎ溜まりすぎ技ゲージもう3本溜まっちゃった。この人怖っ、久しぶりに見たわこの感じ。よし、じゃあいざという時にインパにはお覚悟してもらうから、王様も頑張ってね。ちょっと会話見逃しちゃうな。 あ、この二人も喋ってる。ついに厄災ガノンとの決戦、これは武者震い、武者震いです。あ、震えてんだな。この戦いに終止符を打つ、滅びの未来を覆すことこそ王の責務よ。王様も生きててよかった。で、ダルケルどこに現れたの。まあダルケルは勝手にサポートしてくれる AI のキャラって感じだよね。別にそんな気にしなくていいよね。どこ行こっかな。向こう目的地のマーク出てるな。あ、カースガノンだ。そっか、やべえ、王様でカースガノンと対マンすることになっちゃった。まあ勝てるよな。ちょっと王様に男見せてもらおうかな。ここは危ねえ。着替えた。ちょっと着替える意味はよくわかんないですけど、倒した。あ、なるほど、こいつら倒すと怨念の沼消えんのか。よし、かっこよかったぞ王様。あ、ミファーも来てる。ディーバルもいんな。英傑はみんな来てる感じだ。おびっくりした。インパにキャラ切り替えたらもうカースガノンと戦ってる。これはもうお覚悟だろ。やれ、よし、頼むぜインパ。こういう時のためにゲージ貯めてるからね。後ろからガーディアンが迫っています。みんな気をつけてください。で、敵の増援ってこと。おー、ラッシュ出た。お、すごい、なんか次々増援がこっちも来んの。熱いな。敵にも味方にも援軍がどんどん来る感じ。敵を防ぐため指導たちが移動を始めた。任せていいのかね。よし、でどんどん行っちゃおう。成敗。あ、言わなかった、成敗って。あー、でも倒せたな、よかった。よし、あと他のカースガノンどこにいんだ。忙しいなもう。あー、でも確かになんか手前の方からガーディアン来てんな。あー、あそこスタート地点の横側のここって最初は汚れこびりついてなかったっけ。カースガノン倒したことで通れるようになったのか。ここ、あ、でも手羽とかいいんだね、ガーディアンの近くに。うん、まあそれは任せておくとして、とにかくカースガノンの殲滅が先だな。おお、おお、王の近くにいた。何も指示出さないと勝手に向かってくれるんだな。また着替えた。よし、これでよかろう。あれ、何体倒したっけカースガノン。何体倒したか分かんなくなっちゃった。これで3体目だっけ。3体目だった気がする。どうすっかな。
うわ、おお、なんかいつの間にか怨念のガーディアンと戦ってるこの人。なんかキャラ切り替えるとすでに戦ってることが多い。必殺技からのビタロックでまた一気にゲージ削って、よし、あ、倒した倒した。これでカースガノン全員倒したんだな。アストンと憑依ガノンを倒せ。あ、目的が戻ったね、元のやつに。で、こっちでいいのかな。あ、いいんじゃん、アストロ、びっくりした。え、じゃあみんな来てる。あ、でも仲間多いな。よし、ボコろうぜ。あれ、あ、なんかそこにザコ空いてんのか。ちょっともうそういうのに構ってる場合じゃないから、みんなであいつボコろうぜ。いや、でもほんと頼もしいね、こんだけ仲間がいると。よし、 あいつ囲むぞ、やってやる。おのれおのれ、貴様らの定め、ここで立ってくれる。お、おいおい、リンクにリンクぶつけるとか正気かよ。こっちはマスターソード持ってんだぞ。マスターソードまではだってコピーできないじゃん、まあ、案の定ゴリゴリ削るな。よし、まずはこいつ倒して、あ、てか他のみんな来てる、ちゃんとあんなにいたのに。あいつ囲んでボコろうって言ったじゃん、白いのしか来てねえ。マジかよ。よし、あ、インパは来てるな。そっか、操作キャラしか一緒に来てくれないのか。なんだよ、あ、ガーディアンたちが現れた。あ、なんか、もうさっさとこいつ倒しちゃおう。他のキャラ操作してなんか手前側のケアするみたいなのもありなのかもしんないけど、いろんなとこに湧いてるから。ガーディアンがね、こいつさっさと始末しよう。なんか閉じ込められてる状態になってるけど、この二人は今。あ、でもちょっと今なんかかっこいい感じになってなかった。うわー、甲賀様来てる。しゃあねえな、後ろの敵は俺様に任せろ。かっけー。じゃあもう甲賀様を信頼していいな、後ろは。で、もうこいつさっさと片付けるぞ。インパのお覚悟を使うまでもなかったな。さて、バカな、この私が貴様らごときに絶対に許さんぞ。こいつ前座でしょ、だってガノン倒すまでの。ガノン本体とは違うんだから。いいよもう、君は。残る憑依ガノンを倒せ。で、味方の救援をしてあげたいけど、あー、ガーディアン飛び交ってんね、飛び交ってんね。ちょっと待って、聞くかな、こいつは。雷聞かねー。で、ん、あれあれ、ここなんか目的地になってる。ちょっとなんか今パーティーが二分割されてる状態でさ、勝手に行動させてたら、王とゼルダがいる側とリンクとインパがいる側のなんか2つに分かれてる感じなんだよね、この真ん中の汚れを隔ててさ。じゃあこっち側はこの2人で行くしかないな。ちょっとインパとリンクが頼りになりすぎてこっちの2人が物足りなく感じるな。あの白いのはさっきや、ん、あれ、なんだこれ、またカースガノン、なんかちょっと違うな。さっき憑依ガノンって表記されてたけど、ああれか、白いのに似た黒いのが、ちょ、何言ってるか分かんないけど、白いのに似た黒いのが変形したやつ、こいつのことを憑依ガノンって呼んでんのね。あべ、ちょっとゲージとか全然食べられなかったな、ゼルダは。ちょっと待って、あぶねえ。よし、ちょっとここはゼルダに戦わせてみるか。全然うまく使えてないと思うんだけど、あ、でもスマッシュまで持ち込んだぞ。やっぱ弱点なのかな、ゼルダの力が。うん、光の弓が弱点ついてると考えると、あんまり慣れないゼルダでもどうにかなるかも。一方的にボコれるかもしれない。よし、あれ強制ゲージ削りなんだな、あのビーム。なんかすげえダメージ受けた。わあ、やっば。
例えばなんか敵の敵にこのさ光のリングがつくときあるんだけど、あれがついてるとなんかよりダメージが通りやすくなるみたいな効果があるみたいね。いやもうこんなん神じゃん。ゼルダ神になってんじゃんもう。あー倒した。ちょっとダメージは結構受けたけど、こいつも一時撤退すんの。ここでとどめさせねえの。憑依ガノンってことはあれがガノンの本体みたいなもんなのか。ガノンがあの白いのに取り付いてるわけだから、もうあれのことをガノンって呼んでもいいのか。でこの私が薬剤ガノンに選ばれし私がこんなところで負けるはずがない。この時代の白いのに憑依して、自分を崇めてるこの白塗りボーイをなんか利用してたっていう、そういう流れだね。であれどこ行けばいいんだっけ。あこの先通れるようになってんのか。王様が向かってんね。この木を逃すわけにはいきません。うん、今度こそ倒さなくては。あなんかいつの間にか全員合流してる感じになってんね。ゼルダとリンクも、うん、王様もなんかゼルダだけすげえダメージ受けちゃってるけど。やっぱゼルダの操作下手なんだよな。俺には過ぎた力なのよあの力。じゃあでもこれもう最後になるかもしんないしな。リンクで進もう。あいるじゃんいるじゃん2人。この黒いのももともとは白いのだったんだよね多分。なぜだ薬剤ガノンに選ばれしこの私が認めぬ、このような定め認めるぞ薬剤ガノンよ、今すぐにこやつらを喰らい。いやこいつ切り捨てられるでしょそろそろ。この白塗り、うっ。ああ取り込まれてしまっている。まあ切り捨て時だよな。普通に考えて。まあ利用してんのはこっちなんだからお前が利用してるみたいな感じ出すなよっていう。そういうのに触れちゃったかな。ブレス・オブ・ザ・ワイルドで最後に戦ったのもこんなんじゃなかった。光の弓矢で倒したやつね。あこの白いのが、あーこれはまずいぞ。こいつのコントロール奪われると。今までこいつのおかげでなんとかなってきたのに、こいつ連れてこない方が良かったのでは。おおそういえば操作中あのパリ一回も使ってねえな俺。戦うの？こうなったら壊さなきゃダメ？それは辛いぜ。なんか方法ないかね。うわ、名前は出ないな。ロックオンしても操られたガーディアンを倒す。これ倒さなきゃダメなの？なんかかわしていくんじゃダメ？いてて、戦いたくねえぜ。お、ラッシュ出ちゃった。ぶん殴っちゃった、すまねえ。このまま先に行っちゃうみたいなさことはできないかね。ガノンを倒しちゃえばあいつも元に戻るわけでしょ、ね、他のガーディアン、他の操られたガーディアンと同じで俺がこのまま行くぜ。あこれもう本丸まで来たんじゃないの一番最後。閉まってる、開けろガノンくん、遊ぼう。これ倒せないと中入れないやつですか。なんでそんなひどいことするの。
本当に倒さなきゃいけないんだろうな。見失っちゃった。どこ行ったあいつあいつどこ行った。ちょっと待って、あ、今他のキャラに切り替えらんないんだ。いやしょうがねえな、やるしかねえのか。よし、まず1回目のスマッシュ。いやーでもリンクが強すぎるんだよな。はい、2回目のスマッシュ。許せ、あ、もう2回で終わっちゃった。すまねえ、リンクが強すぎるばかりに。え、そこまでやったのリンク。まあやらなきゃやられる状態だったのか。そりゃねえよ。誰のおかげでこんだけ戦えたと思ってんだよ。シーカーストーン強化してね、未来から仲間たちを呼んで。あらゆることが彼のおかげなんだけどな。これゼルダだよな、幼い頃の。こうしてゼルダの研究室にあったんだから。できた。まあ一から作れるわけはないから修理したんだよね、壊れてたガーディアンを。まあパーツ入れ替えたりとかはしただろうけど。ああ、お母様ご存命の頃。これ忘れてたの？お母様。白いのに会った時初対面の感じだったよな、ゼルダ。テラコはどこにも行かないでね。名前あったんだこいつ。お父様、いや、捨てないで。厄災の復活は。すでに予言されておる。ハイラルの姫として修行に励まねばならぬお前にこのような玩具など無用であろう。あ、せっかく戻ってきた王の評価を下げるな。やめてくれよ。あ、でもちょっと悲しい顔してる。国のために厳しくしてるっていう。すまぬか。ああ。忘れようとしてたみたいな感じなのかな。テラコ、厄災以下のこのハイラルのため、傷つき倒れた者のため、そして未来のため。ここで必ず打ち倒します。こうなってくるともうリンクの影が薄く感じるな。ああ、行きましょう。あの子は、ちょっと泣いちゃったな。私たちの手で封印するのです。まあ本丸に行けばいいんだな。さっき閉まってたとこでしょ。閉じまりしてやがったからな。今開いてんのか。開いてんな、あの感じだと。力を高めているのかもしれません。急ぎましょう。もしかしてここにいたりする？テラコの残骸。
あれ、そんなこともないな。じゃあダルケルは何を見つめてるの？みんなはあれ、ここにいるんじゃないの？そういうわけじゃないのね。じゃあ行こうか、みんな向かってるし。うん、行くぞインバ。操作キャラ4人でボコれんのかな最後は。もうゼルダが真っ先に向かってる。先陣を切って先に行かせてくださいよ。あ、さっき閉めてたくせに、ここふざけんなあいつ。さっきわざと戸締まりしてやがったろ、殺し合わせるために。あの白いのと、白いのつうかテラコね、もう名前出ても白いのって言っちゃう。なんかキングボンビーみたいな見た目してんな。厄災ガノン、やっと会えたな。会いたかったぜ、ぶち込め。やってやるよ。え、ちょっと待って、もう必殺技入れてもダウンしないんだこいつ。よろめいたりしないんだ。あ、すげえボコボコダメージ受けてる。これ大丈夫かな。やばい、これ珍しくリンゴ食わないとまずいかも。さすがに強いな。ちょっと待って、チェンジ頼むわインパ。お覚悟、うん、やっぱそうだな、技入れてもひるんだりしないんだな。そこではめるっていうのができないんだ、はめ封じだ。まあね、必殺技入れてよろめかせてビタロックしてっていう繰り返しではめれちゃうからな。てかすごい、全然隙がない、強いぞ。演出入った。なんか弱らせる必要ある。なんか今の状態じゃ全然隙がなく見えたけど、ゾーマの闇の衣みたいなさ。何でも盾で跳ね返すなこの人。お、なんか共鳴してる。え、立てんの。まあ、この力はガノンを封印するための力なんだもんな。ここはゼルダに頑張ってもらわんと。おい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 、泣いちゃうよ、ダメだよ。私がみんな間に合うか。自爆？自爆ぐらいでダメージ通るかなこの人に。あの時最後に入れたネジか。行きましょう。この戦いに終止符を。ああ、全員いる。この後だったらひるむようになってるとか、そういうことないかな。これで力が届く。ありがとうテラコ、あなたの思い無駄にしない。絶対に。あ、今ゲージ出してたな。さっきは全然出さなかったけど、ウィークポイントゲージ、今ならいけんじゃないの。あ、よっしゃ、ひるんでる、ビタロック、はめ殺してやるよ。で、スマッシュだな。必殺技からのビタロックスマッシュ、黄金パターンだね。あ、いや、今使えないっす。お覚悟にもやってもらっちゃおうかな。あ、でも今ちょっと爆弾でチャンスだ。よし、削れる時に削って。
あの復帰が早いな。さすがに弱くないね。そんなすぐ使えねえのよシーカーストーン。まずまずリンゴ食わないと。めちゃくちゃシーカーストーン要求する攻撃してくんな。あんまり攻めの時に思い切ってビタロックとか使わない方がいいかな。よし、これしか食らわねえのかスマッシュで。頼むぞお覚悟、お覚悟。よし、これでいつものビタロックぶん殴れー。お、またなんか形態変化する。今もうちょっと殴れそうだったのにな。え、あーそっか、ブレスオブザワイルドでもこんなのあった気がすんな。下のフロアに降りる。ああもう戦うための空間じゃん。やりべえよこんなの。薬剤ガノン、ここで決着をつけましょう。あぶねえ。くそ、白銀ライネル並みに猶予時間が短いな。あのシーカーストーン要求された時の。お、うまいぜお覚悟。よし、陛下頼みます。よし、でまたビタロックやっちゃおうかな。自分の家は自分で取り戻せ陛下。いいぞ。よし、あと、あ、もう一本ゲージあんじゃん陛下。シーカーストーン使えるようになってから。狼藉は許さぬ。こうなったらもうはめ殺しよ。容赦しねえぞ。戦いを楽しむ気持ちなんて置いてきたからな。なぶり殺しよ。オッケー、こっからスマッシュ。あ、とどめになっちゃう。なんか陛下でとどめってのもしまんねえな。頼むよゼルダ。あ、でもなんかこれもう体力削り切ってるよな。まだ終わらんの。あ、封印、今封印って出たな。すぐ押しちゃったけど。神、ゼルダの挙動がいちいち神っぽくて面白いんだよな。しくじるなよ。あー、リーマルがやっべ、熱っ。最後はこの二人だよね。たのかな。自然と涙が頬を伝ってたりするんだけど。あー、よかった、やったな。これは取り戻したな、平和を。本当に暑い時ってマジで語彙力皆無になるよね。最後やべ熱っとかしか言わなかったもんねさっき。あー、すごくよかった。
もうコンプレックスなくなったかな、リンクに対するエリートコンプレックス。あんなにこじらせまくってたのにいい顔してるぜ。お、あのネジ。ああそうだ、あいつはあんな派手に自爆したんだから。あ、ああそう、みんなは戻んのか。そろそろ黒幻のようじゃな。パトリシアちゃんも皆の力となれたこと、わらわは誇りに思います。なんでパトリシアちゃんとセットで来たんだよこいつ。未来のテルドも頼んだよルージュ。気ぃ利かせすぎでしょテラコ。ありがとなユンボ。でか拳。短い間だったが楽しかったぜ。僕も一緒に戦えて嬉しかったから。いい経験になりました。英傑様の素顔もこいつらだけ子孫でも何でもないんだよな。いつかきっとまた会えるよね。子孫でも何でもねえのに。辛いこと言ってる。俺はこれからもずっと姉さんのそばにいるぞ。やばこいつ。この奇跡を私は忘れません。あなたたちが共に戦ってくれたこと、決して忘れはしません。指導王子ダントツでエモかったもんね。今の一言すごかったな。あなたたちの生きる未来にも。最初に来た時の二度も奪わせばしないぞっていうのも最高だったけど、100年後にもどうか光がありますように。だってあいつ100年後の元の世界戻ってもミファーに会えないんでしょ。やべえよあいつ。ああ終わった。子孫でも何でもないのにリーバルが先輩風吹かせてんのはちょっと面白かったけどな。なんならテバの方が年上の可能性すらあるよね。テバって子供いたもんね確か。ま、年の差は分かんないけど実年齢の。あ、操作しないと暗くなっちゃうのか画面。終わったな、クリアしたわ。ちょっとなんか、まあ、スッパーのこともずっと言ってたけど、スッパー結局どうなったのって。テラコのことも、白いのことテラコのことも、なんか後日談あったらいいけどな。このエンドロールの後にもなんかこうムービーがちょっと入るみたいなのありがちだけど、そういうのあるかね。いやーすごかった、面白かった、ブラボーだね。立ち上がって拍手したいくらいよ。あー、まあゼルダ無双厄災の目視録をここまでやってきましたけど、やっぱりブレスオブザワイルドの世界観が好きだった人にとってはやっておいてよかった作品だったね。まあその歴史を改変するっていうのがちょっとデリケートな問題で、パラレルワールドとはいえ、その失ってしまったものも含めて元の世界が好きだから、あまりそれを望ましく思わないファンの人もいると思うんだけど、中にはなんか都合が良すぎるというかね。あ、でも少なくとも俺の場合は、まあなんかちょいちょい言われてたけど、うわちょっと今ちょうど白が現れたシーンだ、二度も奪わせはしないぞだよ。いやーこれ良かったな、思い出させるねムービーが。まあでも少なくとも俺の場合はブレスオブザワイルドを実況した時に、なんか話の整合性とかどうでもいいから、死んだ英傑のみんなと過ごせるスピンオフとか出ねえかなみたいなことを言ってたんだよね。俺それちょっと覚えてんだけど、俺もそれ言ったの。だからそれが叶ったことになるよね、厄災の目視録では。まさに、まあ、未来人とかカルト教団の皆さんと共闘するとは思わなかったけど、甲賀様もなんかすごい
歴戦の仲間みたいな顔してたけどね、最後の方は。でみんなが救われて、まあちょっと最後のね白いのは残念だったけど、まあみんなが救われてすごく満足度が高いですね。あとまあアクションゲームとして操作しててかなり面白かったです。普通にやっぱ突き詰めていったら強いキャラ弱いキャラの差が出てくるのかもしれないけど、まあ、こうやって普通にストーリーを進めてる限りではプレイヤーの好みで使いやすいキャラが違うんだろうなっていうのが想像できるいいゲームバランスだったと思うね。俺はさあんまりミファーとかを例えば使いやすいと感じなかったんだけど、でも結構ミファー強いって言ってる人もいたし、あれ終わった？ムービー。まだあるよな。うん。俺が苦手と感じるキャラをすごい好きって言ってるキャラ、人もいたし、甲賀様なんて俺はすごい使ってて楽しく感じたけど、あれ苦手な人は苦手だろうなっていうのが想像できるし、なんかそれすごくいいですよね、バランス。あ、でもなんか終わりそう。思ったより早く、このエンドロール。なんかもっといろいろ喋っちゃおうかなって思って全然まだまだあったんだけど、あ、この光、あいつの光では。終わった。あ、でもすげえ満点だ。満点の報酬もらえてる。クリアタイムに応じて報酬変わったりとかするんだけど、で、あ、この画面、このリザルト画面出るってことはなんかあるでしょ、この後何かしら。頼むぞ。王様ですら救われたんだからですらっていうとあれだけど救われてほしいけどね。文句なしの MVP だったから、白いのが。戻ってきちゃった。え、これなんかクリア後の要素ってどうなの？続きから始めると。あ、やっぱいろいろあんだね、クリア。あ、あ、あ、お、お、お白いののマーク出てる、上の泉んとこに。あ、他にもあんな。あれなんだ？めちゃくちゃ出るじゃん。めちゃくちゃ遊ばすじゃん、このゲーム。クリア後も。いや、多い多い。多すぎね。うわ、あの、最果て島にまで。寺子の修復！やったー！古代の素材とハイラルに生きる人々の力を集めれば、あ、なんかそれすごくいいね。あ、すごくいいな、このハイラルの人々の力を借りて寺子直そうとするっていうの。きっと寺子を修復できるだろう、自分たちの力だけじゃなくてね。コスチュームを手に入れた。うん。あ、服装の変更ができるってことかな。途中からなんか、うん、ゼルダ衣装変わったもんね。前の服にも変えられるってことか。あ、ちげえ前の服でもねえ、冬服だった。へえ。で、これ、うわ、ちょっと待って、テラコのパーツ、クリア後にしか手に入らんアイテムだな、多分。レッツダンシング、これは納品できんな。あ、そっか、これの報酬がテラコのパーツだ。これ納品するとパーツもらえて、これ50個集めんだ。ハイダル各地で発掘された特殊な形の部品。ちょっと今回で終わりかなと思ったけど、ちょっとおまけ的な
感じでちょっと最後パーツ、最後のパーツ納品する瞬間見せたいね。ちょっとおまけ動画みたいなの、それは作りましょう。少し時間空くかもしれないけど、テラコにもう一度会いたい。みんなで協力し合い、テラコの修理に使えそうなパーツを集めよう。きっとテラコが蘇ると信じて。お、これもう文章で泣けちゃうな。いや、絶対直してあげよう、こんなの。こっち2個しかもらえねえじゃん、報酬。これ果てしねえな、50個集めんの。やりましたね。素敵です。これ以外にもいろいろあんだよな、こういう施設系のやつとか。あ、武器をより強くできるのとかあるんだね。マックス火事可能回数プラス1とか。あー、火事ギルドの料金割引。あー、いろいろやることあんな。うん、ちょっとまたそのテラコを修復するおまけ動画で会いましょう。まあ、とりあえず本編のストーリーは終わりですね。いやー、いやー、なんかもっといろいろ言おうと思ってた感想とかあった気がするけど、なんか全部忘れちゃった、このテラコの話で。終わりにしましょう。じゃあ、ありがとうございました。薬剤の目視録実況プレイでした。ありがとうございました。救われてよかった、みんなが。